森じめ監督率いる日本代表は5月24日、2026年の北中米ワールドカップ、W 杯アジア2次予選で戦う6月のミャンマー戦、6日イコールヤンゴン、シリア戦、11日イコール広島に向けたメンバー26人を発表した。3月の北朝鮮との2連戦ではホーム戦で1対0の勝利を収めたものの、アウェー戦は前代未聞の直前中止となり、 3対0の不戦勝に。日本は異例の形で試合がない中でアジア最終予選への進出を決めた。6月の2連戦は最終予選に向けてテストできる最後の機会。その中でアジアカップで途中離脱した MF 伊藤純也、スタッド・ランスは3月に続いて戦外 MF 鎌田大地、ラツヨが復帰となり、常連組では FW 浅野拓真 ーフルス・サンフレッチェ広島の新本拠地がホームの開催地となるだけに凱旋とはならなかった。そして、パリ五輪世代の22歳 MF 鈴木優衣と、ブレンビーは国内組の代表候補合宿以来2年半ぶりで、フル代表では初選出となった。鈴木優衣は昨夏、清水エスパルスからブレンビーへ4年契約で加入。 レギュラーシーズンは16試合で5得点2アシストという成績だった中、今年4月から始まったプレーオフラウンドでは9試合で4得点6アシストと驚異的なパフォーマンスを見せている。鈴木優位はクラブからの招集拒否でパリ五輪本大会の出場は不可に。そのため海外組を含めた A 代表では初めての招集となった。また、鈴木優位と同じパリ世代からは GK 鈴木再演。 新トトロイデンが外れた。